たこ焼き風焼きそばをねいただきましたので、これをね晩ご飯に食べて帰りたいと思います。前もね一回こう第1弾の方はね食べて帰りましたけれども、今回はね、泥ソースが泥ソースになってますので、こちらをね食べて帰りたいと思います。で飲み物の方は同じくディープライスのねコラボ先のディープライスのねノンアルコールチューハイのレモンをいただきます。これ55円でしたけど、いただきます。お疲れ様でした。まあ薄味で炭酸もあんまりきつくない。じゃあこれを焼きそばね作っていきたいと思いますが、超大盛りなんでね、ちょっとエネルギー1028キロカロリー、もう1日分のカロリーね、塩分も8グラムなんで、もう成人なんてお客さんとねこの前話してました、これはちょっと塩分多いんじゃないかいう話でね、やっぱり喉乾くみたいなんで、ノンアルコールチューハイの方をいただいております。これ間違えてねアルコール入ってると大変なことになりますけど、じゃあ作っていきましょう。多分ね前のたこ焼きのねパクパクのコラボ焼きそばとはソースが変わってるだけだとは思うんですよね。でオリバーのソースらしいですよ。でまあマルサー食品ですね。ソースが2種類、焼きそば2食分ですねそれ。そうそう、おもうね麺が2つ入ってますけどね、2食分もうまあ半分ずつで作れればいいんですけど、こう2食分になってます。でこれは具材ですね。タコが なんかたこ焼き少なくなってますけどね、これを入れて、前のはね、もっとこの たこ焼きというかね、具材の方が多かったと思うんですけど、ちょっとお湯入れてきます。結構お湯がいりますね、これ。何分だったんですか？オリバーオタフクソース最強のソースですね。大阪、関西限定売り上げトップのやつですね。ああ、そうそう、オリバーになってで、このソースを乗せといて3分。これね、ベルハンマーじゃない。ベルハンマーと似たような名前ですけど、ゴールデンハンマーのね、エナジードリンク。これいつもね、40ないなと思って、今日20円だったんで、賞味期限短いんで、20円になってました。まあ、これがちょっと安かったぐらいですね。で、カフェイン、まあ、カフェイン取りたい方は、これでね、まあ取りすぎても良くないですけど、あと今日買ってきたんで、ポップコーンをね夜食べてたんですけど、ポップコーンもね結構まあカロリーがね高いんで、もうパン食べようかなと思ってね、パン買ってきたの、ここ5個入り、これもディープライスのね、リオとラムで売ってるパンですけど、これも結局作ってるとこ見たらフジパンになってますね。フジパンのね、ちっちゃいやつで、もう一個ね、コラボパクパクのコラボ、パクパクのコラボ流行ってるのかどうか分かりませんけど、たこ焼きの味を再現ね、バカ受けたこ焼きのね、本当にパクパクのたこ焼きの味なのか、ちょっと一個ね、食べてみたいと思います。まあ普通のバカウケですけどね、たこ焼き味のね、バカウケいただきます。まあソース味のバカウケですけど、まあパクパクのたこ焼きかというと怪しいね。ここにもパクパクのたこ焼きの写真がありますけど、これもお店ごとでねやっぱ違うんでね。まあでも最近お菓子もね、こう袋を持った瞬間に、あ、これ量は減ったないのが多いですね。もうできたんで、ちょっとお湯を捨ててきます。
日焼き狩りということで、山さんパクパクのたこ焼きを再現した、まあ、かまぼこみたいな感じ、大事な野菜の方がこんな感じです。で、ね、たこ焼きの、ね、具材のやつはいっぱいあったんですけど、これ3個ぐらいしか入ってないで、ソースをかけます。普通のサラサ、ちょっとドロッとしますね。ソース1と2がどう違うのか、赤色のソースを入れてよく混ぜて、青色はお好みでいうことですね。味がちょっと違うみたいです。まあこっちの青色が辛い味になるんですね。まあ量が多いんでね、混ぜるのも大変です。お好みでいうことなんで、ちょっとまあそのまま一回いただきます。そのままいただきます。ああ美味しいです。このままの方が甘いソースなんで美味しいです。で、これをお好みで言うことなんで、普通のペヤングよりは赤いソースをかけただけの方が結構甘くて美味しいです。で、これで付属のソース全て投入ということになりますよ。まあ、この中心部分がね、あとの追いソースのところですけど、再度いただきます。あ、辛い。お子様はあの赤いソースだけの方がいいですよね。青いソースはちょっとなんかピリッとしてますね。あ、だいぶ辛いですわ。あの青いソースを追加した。なんで甘めのねソースが好きな方は、まあ、あの赤いソースだけで食べた方が美味しいですよね。ちょっと混ざってないところはね、やっぱり甘いですね。ピカラのペヤングほどね辛くないですけど、でもやっぱ辛いですね。で、たこ焼き、たこ焼きこんな感じ。ただの揚げ玉いうかね、そんな感じです。麺はね、やっぱ UFO もね、今のもちもち麺、ストレート麺よりはその前のね、縮れ麺の時の方が美味しい。太さはね、ペヤングよりはだいぶ麺が太かったですよね、UFO。まあ、UFO は前の麺も捨てがたいですね。今のもちもちも美味しいですよね、ストレート。青色のソースはね、残しておいて後で味変で入れた方が面白いかもしれないですね。でもなんかちょっと具は前のやつよりは少ない気がしたんですけど、前もうちょっとキャベツとかね、たこ焼き風揚げ玉みたいなのはもうちょっと入ってたと思うんですけど、でも美味しいですよね。この辛いのはね、このぐらいの辛さの方が美味しいですよね。あの極激辛とかも食べたんですけど、あれはもう痛いばっかりでね、辛さを楽しめないですからね。これも辛いんですけど、そこまではね辛くないです。程よいピリ辛で美味しい。たこ焼き風の具材がソースって味はねついてるんですけど、ちょっとスカスカなんで、味のアクセントにはちょっと、まあでも一応これがね売りでパクパクコラボ商品になったんで、あ、でも美味しかった。前のやつよりはこっちの方が美味しいですよね。前のは普通のペヤングにね、あの味玉が乗っかってる感じでしたね。ドロソースの方が美味しいです。まあよろしかったら、ちょっと量がね多いですよね。あ、必要なお湯の目安が 820ml なんで、1リットルぐらいお湯がいいですよね。甘いソースとね、赤い甘いソースと青い辛いソースが入ってますんで、まあお子様とかね、分けて食べられる方は最初はね甘いソースで作って分けて、甘いね焼きそばが食べたい人はそれから甘いのを食べて、その残ったやつに 青いのをね青いソースをかけてピリ辛にしてね、ピリ辛を楽しんだら、まあ2通り楽しめます。ということでごちそうさまでした。